簡単にお腹を引き締めたい人におすすめなエクササイズです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの30秒でお腹にしっかり効くスリープバグというエクササイズを紹介いたします。寝たままで行うエクササイズなので、とても簡単でメリットはたくさんあります。実質には10秒間のエクササイズを3種目行います。最大のメリットとしては、腹筋全体にしっかり効きます。簡単に行うことができます。翌日ですね、腹筋がキュッと締まった感じがしますので、食べ過ぎた日、飲み過ぎた日、そんな日に行うとですね、次の日お腹がちょっと楽になってます。で、メリットとしては首を痛めにくいです。通常の腹筋って言うとですね、やっぱり手を頭に添えて、結構ね、腹筋が疲れてくると手でね、グッとね、頭を起こしてしまって首を痛める、そういった場合があるんですけども、その辺今回のエクササイズは安心です。腰を痛めにくい。腰の硬い人はですね、普通の腹筋やクランチすると体を丸めますから、腰が少し伸びてですね、次の日痛くなることがあるんですけども、まあ、今回の場合は背中を丸めませんので、腰が痛くなる心配がありません。そして腹筋にしっかり効きます。負荷が逃げにくいです。例えば腹筋を効かす場合、足を動かす、または上体を起こすっていう感じで腹筋に効かすんですけども、やはり力んでしまうとですね、例えば下腹に効かすためにレッグレイズ、足を上げ下げするんですけども、足に力が入りすぎると腹筋の負荷が逃げますし、上半身もね、ぐっと勢いよく起きちゃうと首とか肩とか腕に力が入って体を起こしてしまうので、腹筋の負荷が逃げてしまいます。今回はその点安心です。デメリットとしては、頭を起こしますので、首の筋肉が弱い方はですね、もしかすると首が少し痛む、もしくは頭が上がらない、そういった場合が起きます。で、腰が反れているとですね、お腹が伸ばされたままになってますから、腹筋に少し効きにくいので、しっかりドローイン、腰を床につけて骨盤を後傾させて腹筋にしっかり効かしてください。ではやり方を説明します。はい、スリープバグ、いわゆるですね、寝てる虫、そういった由来です。やり方としては、寝たままですので、まずね、手をね、負荷として上に持ち上げて、腰をしっかりつけて上半身を起こす。これを10秒続けて、息を吸って足を上げて10秒キープ、上半身は少し起こしておきます。最後に息をまたしっかり吸って、手も足も万歳、できるだけ顔は上、これを最後に10秒、合計30秒です。呼吸はできれば長く吐いてください。9秒ぐらい吐いて1秒で吸って、次のエクササイズに移っていきます。しっかり効かすコツは、お腹を締める、骨盤を後傾させる、腰を床につける、その3つです。ではいきます。はい、次です。ラスト。お疲れ様でした。今の分でですね、上、真ん中、下、そのように腹筋全体3つ使えております。頑張った方、グッドボタンとコメントよろしくお願いします。ではおさらいなんですけども、腹筋しっかり全体に効いてます。止まっとくだけなので、負荷が逃げなくてですね、簡単に行えます。で、適度にね、腹筋全体使って息をしっかり吐いて、腹横筋を使えてますから、翌日ね、腹筋が締まった感じがしてお腹がスッキリします。まあ、メリットとしては、首、腰を痛めにくい、腹筋に効きやすいといったところです。まあ、もしね、頭を起こしておくね、状態が辛かった方は、ちょっと首が弱いので、まあ、しっかりね、寝たまま頭を起こしてキープとか、うつ伏せになって頭を起こしてキープとか、そういった感じで少しね、首の筋肉を鍛えるといいです。頭ってやっぱり結構重たいですから、まあ、しっかりね、首の筋肉弱い人はですね、首が支えるのが辛くなって肩が凝ったりしますんで、
首もしっかり鍛えてください。で、腰が反れてる場合はですね、お腹伸びてるんで下腹は特に効きにくいかなといった感じになります。で、しっかりねキャットバック、骨盤をね、こういう骨盤をしっかり動かすことができればお腹をキュッと締めとくことができますんで、今のねキャットバックも練習してもらえたら腹筋にしっかり効くようにできます。ということで今回はスリープバグの紹介でした。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメント必ずよろしくお願いします。コメントをしっかりしてもらうことで、まあ、いろんなね皆さんの意見を聞くことができますんで、ぜひねお気軽に本当にコメントしてもらえたらと思います。本日もご視聴ありがとうございました。Thank you.